2位になりましたよ、2位ねえ、2位通過。僕も2年目からですね、あの応援団長をやってますけど、本当にもう若宮監督に代わって2年目ですね、すごくね、雰囲気がどん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 変わっていく様を、まあ、あのすぐ近くで見ててですね、本当に戦う集団に変わったと思っております。これもね、皆さんがどん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 こうやって応援してくれるおかげだと思ってます。本当にありがとうございます。OK、それでは大変お待たせいたしました。ホーム最終戦セレモニーを、行っていきたいと思います。改めてですね、今シーズン、戦ってくれた選手の皆様に、皆様大きな拍手をお願いいたします。あのちょっと中継のこととかでいろいろあったんで、ちょっと質問がね重複してしまうかもしれませんが、ちょっと僕も今シーズンずっとね、アウェーでもちょっと応援に行かしたりしてもらってるんですよ。でちょっとこのベストね、ベストゲーム、個人のベストゲームとか多分あると思うんで、ちょっとそういうとこも、ちょっとお聞きしたいなと思っております。選手の皆様に、一言ずつ、もらいたいと思いますので、皆様ぜひぜひ聞いてください。最初小塩春奈選手、はい、すごい、すごいいろんな戦いがあったと思うんですけど、僕の中で1月7日の仙台のですね、日本生命レッドエルフ戦、森さくら選手との試合、はい、すごく印象的だったんですけど、覚えてますか、今シーズンの。覚えてないいや、後半になってすごく重要な試合が続いたと思うんですよ。それでその後そのままビクトリーマッチも行って、それで勝利した試合なんですけど、あの試合覚えてますか。はい、4番で、はい、3対1で勝って、そう帰ったらなんか若宮さんの顔ちょっと怖くてで、5番みたいな感じで、あ、やばい、負けたら怒られると思って頑張って試合しました。いやー、素晴らしい本当にナイスゲームでした、ありがとうございますさあ続きまして木村かすみ選手、はい、今シーズンちょっと出番はあれだったんですけど、裏方でね、木村選手がベンチからすごく声を出している姿を僕たちはめちゃくちゃ見てたんですよね。で選手たちの応援ですけど、雰囲気がチームの雰囲気がどんどん変わっていくのを自分で感じてたと思うんですけど、その辺はどう感じてましたか。そうですね、はい、私今年出番は少なかったんですけど、はい、まあ私が雰囲気を変えたというよりは、はい、キャプテンかなって思います。なるほどので私が変えた感じはいやいや、そんなことないですよそんなことです。もう前線でいつもこう立ち上がってねナイスーって言ってる声を僕は聞いてましたよ、本当にハハ大学の先輩なので一応褒めておきますああなるほど、パワーバランスあるわけねプレーオフもそのまま頑張って、で来季の抱負もお願いしていいですか、一言。はい、来季はもし試合に出させてもらったら、はい、人一倍それこそ雰囲気を変えるような、うん、オーラを出して頑張りたいと思います。ありがとうございますさあ続きまして安藤美奈美選手、まずは、エースとして最初からすごくね重圧のかかる試合が続いたと思うんですよね。その辺の心境はどうだったんでしょう。はい、たくさんエースって言っていただいたんですけど、チェインチームもいるしなと思いながらずっと試合してて、2人でエースみたいな感じで言ってもらって、はい、からちょっと自分の気持ちも楽になって、あー、なるほど。でチェインチン選手も一人でやっぱり2点取ってきてくれる試合だとかそういうのもすごいあったので、はい、自分自身すごい刺激も受けました。あ、なるほど、ありがとうございます。今シーズン、ちなみに今シーズンのベストゲームは自分の中で、今シーズンのベストゲームは自分は仙台でやった木下アビエルさんとの試合で、2点出させてもらって、そこで2点取ることができた。なるほど、試合が、はい、ありがとうございます。ちなみに僕のベストゲームだと思ったのは京都のゆえん選手の時にやった無双してた安藤選手のあの試合です、はい、いや
もうプレーオフ期待してますんで、はい、お願いします。ありがとうございました。続いて長尾貴子選手です。はい、お願いします。今日、今シーズン初ゲームだったんですけど、どうだったですか、気持ち的には。そうですね、すごく緊張したんですけど、こうたくさんの人の前で試合することも最近あまりなかったので、はい、と嬉しかったです。いや、よかったです。ナイスゲームでした、はい、ラケットがすごい特徴的じゃないですか。あれ特徴、皆さん気づきました？ラケットがね、カクカクカクってなってるんだよ。みんな丸なんだけど、あれはなんかあるんですか、こだわりが。こだわりは…趣味的な、あ、そういうのが好きなんですか、ちょっと。いや、全日本が終わってから変えたばっかりで、はい、あー、なるほど。はい、あ、まだ、あ、その、宣伝…いや、自分が個人契約していただいてる、はい、はい、スティガーっていうところのラケットなんですけど、はいはいはい、すごい特殊だなと思って、はい、はい、ぜひ皆さんも使ってください。今シーズン本当に、今シーズン初勝利ですね。初勝利おめでとうございました。ありがとうございました。そして、次はチェンイチン選手、あ、通訳の方もいらっしゃる、あ、よかったです。そのまま長尾選手が通訳してもらえるんかと思って。じゃあお願いします。チェンイチン選手、後半につれてすごく大変なね、試合がたくさん続いたと思いますけど、その時の気持ちはどうだったんでしょう。我首先非常感谢大家对我的支持，那来到这里其实我收获了很多人给我的支持和力量，那在队里我的队友都尽全力的帮助我能够拿下比赛，所以虽然比赛有输有赢，高潮迭起，但是这些我来到这里，对我来说也是一个提高和收获，所以我非常感谢大家给我的支持。たくさんの、たくさんの応援を、応援しに来てくださった皆さんのおかげで、すごく力になりました。ここに来て成長もできてすごく良かったんですけど、まあ、応援ありがとうございました。ありがとうございます。完全アウェーの時の、日本生命の最後の伊藤美誠選手とのビクトリーマッチで、なんていうんですか、最初ちょっと向こうに先に点取られてて逆転して勝ったあの試合から、めちゃくちゃイーチー選手のなんていうんだろう、パワーがどんどん増していったと思うんですけど、その辺なんか変わった心境の変化とかあるんですか。覚えてます、長かったね、僕言ったの。長かったですよね、ごめんなさい、ちょっと長い質問しちゃった。はい、其实当时候的感觉有一点忘记了，但是我第五场上去，其实零比四落后的时候，队友也是不断的给我鼓励，然后我觉得那一场胜利不是我一个人拿下，是我们整个队伍拿下胜利的。その感想はちょっと忘れたんですけど、まあ、はい、とりあえずチームの応援は非常に力になって。チーム全体で勝利をすることができました。ありがとうございます。プレーオフも期待してます、お願いします。それでは続いて難波選手、難波エリカ選手、ダブルスもう今年というか今シーズンですね、もう最強の2人になりましたけども、まずはそちらの感想はもうちょっと重複しますけど、どうでしょう。そうですね、私自身去年まで T リーグの試合出場っていうのが数は少なかったんですけど、今回ちょっと全試合ダブルスで出させていただいて、鈴木さんとも初めて組ませていただいたんですけど、本当に
1日1日の練習の中がすごい濃厚で、もう1年と思えないぐらい、もう長年組んでるんじゃないかっていうぐらいすごい濃い日々でした。最多勝できてすごい嬉しいです。ありがとうございます。勝手に個人的なあれですけど、ダブルスダブルスのイメージがあるんですけど、 10.23 のニッペ戦ね、シングルでも出て柴田選手との戦いで勝利した試合、あれでものすごいニューメンバーが来たみたいな、こっちがもうドキドキしたんですが、あの試合覚えてます？そうです、ただノリノリやったかなみたいな覚えてます。もうまた、はい、プレーオフも頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。そしてキャプテン鈴木梨花選手、もう何度もダブルスのね話はしてるんですけど、まあ、全体的に今シーズンのチームの雰囲気からいきましょうか。キャプテンとしてどうでしたか？はい、今シーズンは新しく練習場ができて、そのおかげで本当にみんながといる時間がすごい長くて、まあ、厳しい合宿がたくさんあったんですけど、その中でやっぱ厳しいのをみんなで乗り越えたからこそ、今まで以上にみんなのチームワークが良くなったかなと思います。ありがとうございます。じゃあもうプレーオフ、まあ、まあ2位で通過したわけですけど、ぜひ意気込みのほどは。プレーオフね、思い切って言ってください。セミファイナル、まずは勝ってファイナルに進めるようにみんなで頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後に若宮監督に、悲願達成ですね、悲願プレーオフ進出達成、まず純粋にそちらの、今の心境ちょっと重複してしまいますがお願いします。はい、今日までのレギュラーシーズン20試合の中で本当に20試合中9試合がビクトリーマッチまで行くっていう本当に接戦の試合のばかりだった中で、本当に今日もなんですけれども、ファンの方たちの拍手だったり声援だったりっていうのが本当に最後の1本あと1本苦しいところで力をくださったかなと思います。本当にありがとうございます。どうもありがとうございます。じゃあプレーオフも期待してます。若宮監督よろしくお願いします。ありがとうございます。今一度皆さん、選手監督の皆さんに大きな拍手を。それでは それではここで記念撮影していきたいと思います。選手の皆さん、こちら向きになってこうですかね、こちら動いてもらっていいですか。じゃあ後ろの皆さんもよろしいでしょうか。なるほど、すみません、何回も今ここで記念撮影してから、あ、わかりました、わかりました。じゃあ先に皆さん一緒に記念撮影いきます。先に記念撮影いきます。ちょっとどうでしょう。どういう感じかちょっと言ってもらっていいです。ギリギリのラインでいきましょう。たまたまもうちょっと中入んなきゃいけないと思うよ。たまたま。どうでしょうか。OK です。はい、じゃあ行きます。皆さん、はい、チーズで行きますよ。行きます、せーの、はい、チーズー。そのまま、そのまま、そのままキープ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 。はい、もう一回、もう一回行くよ、もう一回、もう一回行きます。ギリギリまでね、せーの、はい、チーズー。オッケー、はい、あー、ちょっとすみません、もう一回いきます、もう一回。この写真ですね、トップ、乙女ピンポンズ名古屋の公式 SNS にアップされますんで、みんないい笑顔ください、いい笑顔。いきますよ、いいですか、せーの、はい、チーズー。
もう一個いきます、もう一個いきます、もう一回、せーの、はい、チーズー、はい、ありがとうございます。そして選手の皆さん、そのままそのまま、ファンクラブをここでですね、ファンクラブを代表して山田亜美さんより今シーズン、ありがとう、お疲れ様という意味で花束が贈呈がございます。山田さん、お願いします。はい、お願いしますすいません、あ、そうですね、向こう向いて、キャプテン鈴木梨花選手、じゃあ受け取ってください。セミファイナル、ファイナル頑張って、プレーオフも頑張って、お願いします。あ、じゃあ2人で、はい、あ、一緒に入って手つないでですか。じゃあ最後に選手の皆さん、山田さんと全員手つないでもらって、万歳です、はい、万歳で、万歳でいきます。はいはい、まっすぐ このまま向いてください、こっちから、はい、はい、今さっきに写真撮ってください。はい、あ、とりあえず、はいはい、カメラマンの方見てください。はい、どうでしょう、入りますか。はい、スタッフの皆さん入ってください。はい、入ってください。山田さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ファンクラブのことですね、僕たち、サポーターですね、そのことをトップ乙女ピンポンズ名古屋は乙女糸って呼んでます。乙女糸、皆さんぜひぜひファンクラブ入会してください。よろしくお願いします。さあ、それでは行きましょうか。行きますか。最後に皆さん、シャッターチャンスね、行きますよ。いいですか。万歳ね、万歳で行きますよ、万歳で行きますよ。じゃあ今シーズン、トップ乙女ピンポンズ名古屋、お疲れ様でした。セミファイナル、ファイナル頑張ってください。せーの、万歳、万歳、万歳。